もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。こたびの用件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は家康この殺何やら火薬の匂いだ。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。
火の元を背負って立てるのは藤吉郎殿だけよ。行くぞ。Yeah.
参るぞ。どこから湧いてくるのだ。貴殿との際、いつぞやの王。You
槍で貴様の首もらい受ける。
川方は劣勢。ここで流れを変えねばならん。わしと忠勝殿は家康様と合流し、敵方の主力を一気に叩く。案ずるな。それがしと半蔵殿がおる。この坂は誰にも登らせぬ。何としても怪しげな気が濃くなってきよったの。東吉郎を止めねば、この国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。
来たか。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉、天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは、所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。